どうもスートライブです。お願いします。ありがたいですね。さあやってまいりましたよ、はいはい。ここはですね伏見なんですけど、伏見桃山ですね。もう正味の話もうめっちゃ世話になった街ですわ。おうもうほんまセピアに色入りまくり。セピアに色入る。自分のその学生時代のね、うん、セピア凱旋の状態を今まず。そうですね、言い忘れたけど凱旋の状態な。ここなんか思い出の地なんですよ。そう凱旋の状態やねんけど、俺はあの奈良の手塚山っていうな、うん、あその京都っていうその花の都からその奈良のその若草の町まで行ってたからさ何を喋ってんの。その間近鉄沿線のほぼほぼ全駅降りてるから、うん、今回そんな周平魂思い出の地伏見桃山で潜入取材を行う噂の買取業者というのが今日ね、あのエコリングさんのエコリングさんちょっとのロケなんですけども、この前あの机上のクオロン城っていうね他の番組で、はい、ね行かしてもらって行かしてもらってえらいそのクライアントさんが気に入ってくれたみたいな。そうなん、うん、あそういう理由やった。エコリング所属芸人というか、だから俺は吉本興業でありながら西区すみます芸人やってるけど、うん、そのエコリング芸人でもある。あそうやな、うん、今日ねいろいろ荷物持ってきましたよ。はい持ってきました、うん、家になった不要品、うん、本当にいらないもの一回持ってきてください。これねなかなかええもん揃ってると思うよ。はいはい僕もね不要品はいろいろ子供用品からいろんなもん持ってきました。何でもかんでもなんかな、うん、やってくれるっていうので楽しみやな。はいこんだけ持ってきたんでね。どうやらね、うん、そのエコリングさんが、うん、新店をオープンしたということで。なるほどこちらほらめちゃくちゃ新しいよこのロゴですわ。エコリングさんね、うん、リユースで世界をもっとハッピーに。あーこれがね、うん、モットーということで、不要なものを捨てるではなくつなげるという選択をしませんか。はいはいはい、はい、させていただきましょう。かっこええな、うん、あいましたよ。あいました。こんにちは。あどうもこんにちは。どうも、 どうもお久しぶりです。パトニーお久しぶりです。よろしくお願いします。今回協力してくれるのはエコリングの鑑定士カトニーこと加藤直樹さん。ツートライブとは別番組のロケでもお世話になった顔見知り。まずはエコリングの実態を調査。原さんこれリサイクルのお店ということなんですけど、はい、なんかそういうなんかこう商品が置いてるようには見えないんですけど。全く置いてないよね、はい、弊社ですね、はい、130店舗すべてですね店内あの買取専門になっておりまして、うん、あの店内で販売はしてないんです。なるほど。基本的には、業者間で の,、まああのオークションでの取引になるのと、うんうんうん、あとはですね海外であったりとか国内での、はい、販売をさせて。海外にも向けてるんですねエコリングっていう。そうなんですよ。もう地球規模ですよ。は、はい、ありがたい、ほんまにそうなんや、うん、ちなみにどんなものでも買い取ってくれるっていうのは聞いたんですけど、はい、どんなものでもなんですか。基本的にはそうですね、あの生き物、食べ物、うん、あとはまあ法律に触れるものですね、はい、それ以外でしたらまあ基本的に大体何でもいけます。例えば子供がね消しゴムのカス集めてバーッと練り消し作るじゃないですか。はい、僕ほんまにこれ正面ですよ、はい、こんぐらいにしたことあるんですよ。子供がやるタイプ。こんなんどうなるんですか練り消し。あの練り消しもまあ、買い取りはさせていただけます。練り消しも、はいはい、練り消しもただのカスですよあれ消しゴムの。まあゴミやな。ゴミやで言ったら、はい、まだその練り消しをもしかしたらその集めてらっしゃる方もいらっしゃると思うんで。練り消し集めてる。そうです。それをもっと大きくしたい方とかもいらっしゃる可能性もあるんで。基本的なら最低は1円になるってことですか。まあ、基本的にはそうです。1円ぐらいにはなってしまう。1円でも練り消しでもらえたらええよ。でかい練り消しも1円で買い取り、何でも買い取ってくれるというのは本当らしい。とここで、早速僕らがね持ってきたものを、うん、ちょっとな出していっていいですか。どっちか、はい、お前から行くか。ほな一品ずつこう行く。あ一品ずつ行く。いいですね。懐石料理風に行く。前菜。前菜からお願いします。僕ね、はい、ちょっと本とかって行けるんですか。あ本も大丈夫でございます。僕ねこれベトナムのダナンの本なんですけど。悲しいな。これ悲しいんですよ。悲しいんですよこれは。これ僕ね新婚旅行に行こうと思って買ってバーッと盛り上がってて、はい、予約もして、はい、た時点でコロナになって、あ全部もう行けないっていうキャンセルになって。そういうこと。書き込んだりしてないな。いやちょっと追ってたりするかも。あ教科書であったり参考書とか、はい、本当に何でも書き込んでるような内容の本なのかは古紙として、まあ、あの再利用させていただくような形です。あ、はい、そうか、はい、溶かし込んで管理する。そうです、まあ、紙としてまた素材を再利用、はい、ほぼ何でもや。そうですね、はい、無駄になるものがないってことですね。基本的にはもうないです。すごいな、はい、杉島周平、これまずアナログレコードでございますね。はい、デル・ザ・ホン・ファンキ・ホモ・サピエンのファンク M ですね。誰の何え誰の何これ。ファイアログルフィックスのボスやん。知らんわ。ウエストサイドのオークランド。俺はいらんわ。オークランド出身のこちらもあのお買い取りは大丈夫です。
です、はい、あと僕ね、あの電子タバコもう今吸ってないんで、はい、このアイコス、はい、もう言ったらこれ多分 2,3 回しか吸ってないんちゃいますか、ね、その時点でもうやめて、はいはい、こちらも大丈夫です。あ、大丈夫、はい、これ何でも買い取ってもらえるということで、はい、これお文房具って子供の時って大事にしたけど、はい、大人になってからって急遽いるようになった時とかに買ったりして、はいはい、ね、気づいたらこんなことになってます。たくさんこう余ってしまったりとか、はい、これなんかもう削ってしまってるじゃないですか。そうだよね、はい、もう使ってしまってる、これもあとちょっとだけとか、はい、あ、これもいけるんですか。あの全然大丈夫です。大丈夫、はい、大丈夫です。先ほどこちらに関しましては販売という観点ではなくて、はい、タイの学校の方にですね寄付させていただいておりました、はい、でその時に、こういった文房具であったりとか、あとはその、まあ、子供用品ですね、うん、おもちゃとかを一緒に寄付させていただくので、それはすごい、はい、寄付をするってことですね、はい、向こうの小学生とかに。そうなんですよ。ほんで僕ねちょっとねこの服なんですけど、お前衣装で着てたやつやな、これね、はい、これビューティー&ユーズの衣装で着てたやつ。これ相方がね、はい、これを着いひんようになった理由を僕知ってるんですよね。はい、相方と一緒になんか営業終わりかなんか電車一緒に乗ってたんですよ、はいはいはい、で相方これついさっきまで着てた衣装ですよ、はい、着替えてバーッと電車乗ってたら前にむちゃくちゃザ・おっさんみたいなおっさんが、はい、全く一緒服着てたんですよ、はい、全く一緒服着てたんですよそれ以来僕見てないです。そういう撮っといたよ。そうなんや。でもビューティー&ユーズですね。そうそ う, そう、ね、いいやつだねこれ、はい、高いやつだね。ということで高典が持ってきた不要品はこちらの9点、アイコス財布ハンドクリーナーなどそこそこの値がつきそうなものもあるが、果たして一方の周平魂品数は多いがレコードや靴など使い古しのものが目立つ。だが実はこれだけではなくさらにとんでもない不要品が。じゃあ爆弾、はい、何爆弾って一気に出していくか。で、こっちこのコーチの小銭とかカードをちょっと何枚か入れるやつですね。ちょっとこれいらんの？これいらんって言ってた。こっからはあの爆弾言ったんですけど僕のもんじゃなくて嫁のやつです。あでこれシャネルでございます。あらちょっとヴィンテージのやつちゃうんかな。ヴィンテージ、ね、ヴィンテージやな、はい、シャネル年代的には。はい、はい、これ期待できるんでしょ、はい、これ僕はあんま分からないですけどクロエ、クロエさん、はい、のまあちょっとボロボロになった財布。まあ、でもこれブランドってことですよね。そうです、はい、ブランドでございます、はい、そんなあんの。嫁が15年前ぐらいに買ったこのクロエの30万ぐらいしたバッグ、ほぼほぼ使ってないって言ってました、はい、でラストは、はい、ミュウミュウですね。おお、ミュウミュウのこれ多分ハワイかなんかで買ったんちゃうかな、うん、いやいやちょっとすごいよ。でもやっぱりそのやっぱシャネルがやっぱ一番ミュウミュウ、はい、クロエとかよりはやっぱシャネルの方が名前は立ってるし。あでも俺これはその元値が高いっていうのであれば期待できるのかなと思うけどね。まさやね。だからその辺はどうなるかやな。なんと周平魂ブランド好きの奥さんから今は使っていないというブランドバッグや財布を預かっていたのだ。これはかなり高額買取が期待できるぞ。鑑定のエキスパート加藤さんがしっかり査定。まずは高典の査定結果を発表。果たして合計金額がですね、はいはい、こちらです。615やっしえ、これアイコスとか多分その1000円ぐらいで欲しいって人いますよ。ちょっと待ってくださいね。すいません、こちらです。やっす。あれこれが一番高いんちゃうんですよ。これ300円やん。ほんでこのガイドブックこれ10円、まあ、です、ね、本はそうよ。アイコスが100円。おはぁ、なるほど。お疲れ様でした。いやこれお疲れ様でした、ね、ということで合計は615円。思ったよりも値がつかず反省している様子だが、そもそも捨てようとしていたものなので十分ありがたい結果。一方の周平魂、奥さんのブランド品がいくらになるかが気になるところ。査定結果は周平さんどれくらいいると思う。そうやね、ちょっとざっくりちょっと、はい、38,000。うそ、うん、出るねお前、うん、38、うん、漫才師やし。いやそういうこと、うん、っていうのもあるけど38,000。いらん大きく出たね、うん、ぐらい言ってたら、うん、すごいなっていう。すごいよ、うん、見ましょうか。見る、周辺だけ見る、はい、右上になっているんで、ちょっとこれ隠しておきますか。はい、これです。ちょっと軽く、いや、38は言い過ぎちゃう。おぉ、385円やな。59,380円。やば、
59,000。何ちょっと冷静を装ってるの。何冷静を装ってる。冷静とかやばいの、はい、あ、だからシャネルのバッグがめっちゃダントツなんや。5万。はい、5万。製造が2001年に、はい、あの製造されてるバッグになるんですけれども、はい、その時代のシャネルのバッグってやっぱり人気が今高いっていうところと、はい、あとはシャネルのデニムっていうのが、はい、なかなか生産数が少ないんですよ、はい、その、2年ぐらい前でしたら、はい、多分2万つかないぐらいだったと思います。なるほどね、はい、ブームが違う。こういうところで売ってこんな高い値段ついた俺初めてよ。いやいや、びっくりした、はい、ほんで、ミュウミュウが3000。これ3000。クロエは4000やって。4000。問題のレコードが20円。でも1円とかじゃないねやなあ、はい、周平魂の買取合計はおよそ6万円。奥さんのブランド品がほとんどを占めるが、中でも使い差しの文房具がまとめて10円というのも驚き。何でも買い取るという噂は本当だったのだ。これそもそもこんだけ買い取った商品ってどこに行くんですか、まずは。こういった、海外に送らせていただく貿易商材の方に関しましては、うん、はい、尼崎の倉庫に。へえ、はい、尼崎の倉庫に。尼崎の方に。尼崎とは言わないです。尼崎の倉庫。あ、そこちょっとじゃあ見てみたいな、その倉庫とあるから。そうだな、そこに一挙に集まるわけやから、はいはい、ということで続いてやってきたのはエコリング尼崎倉庫。買い取った商品のほとんどが集まり、ここから海外にも輸出されるという、まさにエコリングの中枢を担う場所。早速倉庫の責任者である宇都宮さんに案内してもらうことに。どうぞこちら。これね、一回が全部見せてもらっていいですか。でもどっから見たらいいか分からない。そうなのよ。うわ、家具があってまあ自転車。そうです、自転車も。自転車、はい、自転車も買い取りしてる。うわ、馬車とかめちゃ、うわ、うわ、すごいな、何でもあるな。そうです、何でも買い取りのエコリングなんで。はぁ、はい、あっ、これめっちゃでっかいウッドベースあるやん。ここお、あれウッドベース、あれ多分チェロじゃないですかね。あれチェロか、はい、いいの、その勝手に。どうぞ。あ、ちょっと、うわうわ、なんかあ、なんかめちゃくちゃやってますよ、こいつ。俺やってる？めちゃくちゃやられます。やってる、僕、めちゃくちゃ。今これ全部、そうですね、こいつが持った瞬間に、さっきまでついてましたもんね。ついてないでしょ。弦がぐわー、うめにゃーって。ついてなかったって。歪んだで、今、お前が。そういうことすんのよ、エコリングさんって。これチェロなん？コロンバスって書いてますか。あ、じゃあベースっすね、やっぱウッドベースっすね。シュエゾンの方が詳しかったですね、すいません。ボン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 。これやわ、これやわ。なんかあるんかなと思ったらこれやわ。すごっ。ちょっと待って、どうした。アナログあるやん。なに、アナログって何ない。レコードのことアナログって言うの。ほら、うわほら、さっき周平魂が買い取ってもらったやつとかがこっちに来る可能性。井上陽水の。うわ、これもう昔のそのシートってやつですよね、これは。ねえ、これそのシートっていうので昔は雑誌買ったらこういうのがついてきて、これ聞けんのよ、ちゃんと貼り落としたの。これレアよ。これええやん、こんなんがあるっていうの。なるほどね、うん、今でいう CD の代わりにみたいな。そう、今だ DVD とかさ、ちょっとエッチなな雑誌買ったらそれ DVD ついてたりするやん、お前。なんでエッチなんですか。さらにゲームボーイのカセットや筋肉マン消しゴムなど、おっさんにはたまらない懐かしい掘り出し物も続々。あ、これ懐かしいよ、これもうあったよな。あった、これ。あったやん、これ。オオカミ男あった、懐かしいやん、これ。え、これ一家に一台あるもんな。デニムのちっちゃいやつ履かして色落ち楽しまんかった、うん、楽しんでないの。あった、そんな。あ、そう。続いて倉庫の4階へ。うわ、すごい。しかも綺麗にちょっと陳列されてる。そうなんですよ、買い取りした後に、はい、国内でそのオークションにかけたりっていう商品が上に上がってきて、はい、写真撮影して配送して。そうです、今撮影中ですね。あ、撮影中でございます。これオークションの様子なんですけど、うん、ずっと、はあ、すぐ売れた。はい、橋本君で売れた。5秒間でセリがずーっと5秒。5秒ですか。え、決まらなかった場合どうなるんですか。決まらなかった場合はまた次に回すんですけど、はい、大体95% ぐらいは売れるんで。5秒で決まるんですか。はい、はい、あっちは何ですか、あの棚は。あっちはあのブランド品の棚です。はぁ、全部ブランドですか。そうです。うーん、
くでも一角だけでもう何千万。何億何千万。何億何千万。はい、うわどの業者よりもあるんちゃうこれブランドイン。すごそうですね。うわーすごいすごい。いコーチビートン。ビートン。はあ。でっかビートン。でっかいでこのカバン。グッチ。グッチ。これもあの。エルメス。ビートン、ビートン、うわこれちょっとでもこんなブランド見たことない、こんだけの数。これだって普通の業者でもこんなにないですもんね。そうですね。うわすごあ倉庫やからこんだけ並べられるって。いやこれはすごいわ、はい、そして最後に海外の業者に送るコンテナの荷造りをしているということで、えちなみにこのコンテナはどこに行くって決まってるんですか。このコンテナはタイですね。あ、はい、今からタイに行くとこれが。そうですそうです。ほんであれスーツケースになんかいろいろ入れてます。そうなんですよ。これまあスーツケースなんですけど、はい、例えば、まあ、このスーツケースの中でも、はい、こうもう食器を詰めて、でこの服とかはあの割れないように緩衝材としてやってるんですけど、まあ、これも結局空洞ができちゃったら、はい、あのこれ1本でいくらで買うっていうような話なので、はい、いや隙間があるじゃないかと、そんな文句言ってくるんですか。そうなんですよ。ここまで詰めていくってことですか。そうです。もうここのこのギリギリまでですね。いやもう途方に暮れるな。ほんでちょっと開いてたらいや開いてるやんけって。そうですそうですそうです。はい、あーすごい。頭もおかしくなりそうよこれ詰めるだけで。これなうまいこと詰めんとだって、うん、そうです。パンパンならへんもんな、ね、えなんで今ここで作業してくれてるみんなは月大体10本ぐらい作るんで、はい、なんで2日に1本ペースで10本これ作るんですか。2日に1本、はい、じゃあ今頭おかしになってる途中ですか。実はあ実はねこれ実は頭おかしになってる途中やったんですね。静かにやってると思う。いやーな驚きの光景を目の当たりにしたツートライブ。そうエコリングがリユースビジネスで成功を収めた背景には社員一人一人の血のにじむような努力があったのだ。さあ今日一日ちょっとエコリングさんを回らせていただいたんですけど、はい、ちょっとねあの実際こう俺らが売りに行った店舗とこっちが、うんま、全然違ってね。全然違った、うん、向こうはこうシュッとしてるけど、うん、この裏側ではこのもうすっごい人たちがいろんな汗水流していろんな部署があって、はい、その下の上に全部が成り立ってるエコリング。そうですね、まあ、それがのエコリングさんがもう世界をつなげる、はい、店や。いや本当にいい店というかいい会社ですよ ね、 そうですね。いい会社ですね、はい、でまあね海外に寄付とかもしてるということで、うん皆さんもねぜひほんまにいらないもの、はい、何でもいいんですよね、はい、鉛筆1本からでもいいですからね、はい、売りに行ってくださいエコリングさんによろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。